生きてんだからこの世とあの世の間にいる人じゃんもともとが<ー>だからあの人はみんなのお父じゃんてどっちだっけえっとニューギニアで一旦死んでもう一回おまけの人生みたいな感じでリスタートしてるわけだから、うん、だからそっからの人生って半分読みの国にみたいな感じがあるわけです、うん、非常にリアリストで現実主義者で,で生活に苦労しててなんてつうの真面目な人なんでね。 それが恥ずかしい人なんだよ恥ずかしいんです、うん、努力が恥ずかしい照れくさいの<ー>でも死ぬほど努力してる それでそういう努力とかをみんなか語るのって恥ずかしいよなっていうセンスの持ち主の人で食ったり寝たりそういうストイックじゃないことをすることをだようん、うん、だからさインタビュー行ったじゃん,うん、うん、水,水木先生のとこ行ったじゃん水木先生もいろんな妖怪に囲まれて <laughs> 妖怪の一部とかして <laughs> でちゃんとまんじゅう食いながら <laughs> ちゃんとインタビューにこうで腹が減ってるとダメだからね食い物の味ばっかりするしさ。へえ<ー>。うん よよくく食べてよく寝ないとダメだねっつって、うん、だから手塚は死んだねなんつって<ー>あいつらは徹夜するからいけないんだねはっはっはっなんつって笑ってはあ<ー>いやそれは反面徹夜続きで地獄見てきた人だから本当の地獄を知ってるからだからそんなこと語らないんだよねそのねなんかレベルの高さっつうのあと人との距離感とかのほんと不思議な人だったよ一、うん、個あるるののがが彼の中にネズミ男がいるわけよ で現実主義であガロが黄金期に白戸三平の「カムイ伝」で一番盛り上がってる時にうん、うん、ああいう崇高なふりをしたものを <laughs> 漫画だと言ってもらっちゃ困るって <laughs> で宮,<ー>宮本武蔵がまんじゅう盗むみたいな漫画を同時に書いてやろうとするわけだの人<ー>同じ紙面でこっちだろ人間はだから鬼太郎がヒーローになりそうだからだったらネズミ男がそれを消すっていう形でだから常にネズミ男側の人間の追い込まれた人間の生々しい人間性みたいなもの<ー>そ,そっちの方 に軸足を置いていてる人でだからカッコつけのヒーローロが大嫌い<ー>だから手塚先生みたいな種類の漫画っていうのはあんまり好きじゃなかったんで<ー>んん本当の意味での大人っつうか、ん、やっべえ大人だな一番やべえなと思ったのは水木先生の兄弟ね弟さんがいてね、はい、水木さんそっくりだからね「<laughs> こんにちは」っつったら両手あるんだよ <laughs> 水木さん。はあ <laughs> 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 なんかの CG <laughs> と思って。したら後ろから本物の水木す <laughs> すごいよ。二言とかじゃないんですよね。え？じゃないよ。よ水木さんがあの殺そうとした弟さんね。へ<ー> <laughs> 水木さんあの人は本当に死ぬのかなと思ってね。弟をどこね一回殺そうとしたんだよで, <laughs> で海に落としたらねちゃんと戻ってきやがってる。<laughs> なんてゲロっと喋ってた。畜生じゃないですか水木さん。全。部 全部が面白かった話全部が面白かっただから学校に昼から行くとかさんなんか本当には貴族みたいな人だったね 精神的にねだから魂の位がめちゃめちゃ高いだから俺みたいな人間も相手にしてくれてたんで可愛いのが俺の書いた「絶望に効く薬」に水木先生が出てくれたくいのやつあれのゲラが届いて水木先生こうパラパラと見てて横で娘さんがそれ見てたらしいんだよそしたら「うん70点だな」って言った後に水木さんが若く書かれすぎてるって言って水木さんが自分のこと水木さんって言うからねあそうなの水水水木木木さささんんんんはののここととをっって呼でるし自分が子供だた時 水木さんがベイビーの頃にって必ず言う <laughs> すごいねそれ超かっこいい水木言語みたいなのがあってはあ<ー>面白い面白いよ水木さんじゃないかね本名ね水木うっていうアパートの管理人やってたのある人え不動産もやってたってことただの雇わり管理人貧乏時代にボロアパートがあって、うん、そこの管理人やってくれっつって管理人さんやらされてただけで、うん、持ってたわけじゃないよそこが水木うだったんでああそれで水木水木しげるんでそのまんま行くっていうのも不思議だよね何でも分かったんでしょうねただ ことにはすごい執着あるよだから差し入れが気に入らないと怒るとかさへ<ー>あとだ通江さんのこと怒らしちゃったとかさ、うん、一言多いんだよだからセンスお父さん一言多いからとかなんか言う<そ>すごいあったかい家だったよ。七70点って言った後と何て言ったの、うん、ちゃんと自分の引き出しの中にこうやって入れたっていうのを <laughs> 娘さんが俺に報告してくれて <laughs> 大事にしてるじゃんいやんあ, <laughs> あの人の場合は夫婦の夢が腐ってないバナナを食べられるっていうのが夢だったのでみたいなこと言うわけだよ。<laughs> さあこっちが あわわわわってやってんのを笑ってるもうじゃあ悲願にいたってことですねまあこっちからすると妖怪のイメージがあるから妖怪に見えちゃうんだけど九十三歳まで行ってあの人死ぬのを楽しみしてた人だからねだから悲しいっていうよりは水さんどうすかそっちはみたいな感じだしこ向こうでまた手鶴先生のことからかってんだろうなっていう感じはあるよね九十三歳 <laughs>、うん、まだみんな言ってるように戦争体験した漫画家っていうのは少ないからまあ減っちゃったのは残念だなこんな感じで水木先生ですよお冥福をねご冥 ご冥福っていうか楽しんでねって感じっっ、うん、っててらししゃいまたベビーになってくるでしょうん、うん、水木しげるさんが気に入っちゃうんですよねつげしさんのことをね。でゆ,ゆくゆめのつげさんを連絡しろっていうのをガロ本誌に書いて雑誌使ってメッセージを送ったっていうのすごいですよね。そんなこんなで水木プロを手伝うために入ってくるっていうのがつよしはらさんが書いてたんだから水木先生のとこにね取材に行った時につげさんの話になりましたね。つつつげげささんんいじりががひどすぎてさんが傷つか からお父さんダメよみたいなことを娘さん言ってましたねまあそんな感じでわちゃわちゃ仲良かったみたいですよねつげさんとあと池上良一さんですよねこれねすごいですよね池上良一さんとつげさんと水木さんと辰巳さんとほんと劇画の時はそうですよねだから水木先生ってもともとは村重雄さんという名前で水木曹っていうアパートの管理人をやったことがあるんで自分の名前を水木茂に変えてたんですけど水木曹対時はえ、ね、時は曹は手塚治経 っていうでまあ、上にディズニーがいるんでディズニーからの流れなんですけどディズニーからのアップタウンカルチャーっていうかねおぼっちゃまカルチャーの系譜っていうかいいこうインテリたちの系譜っていうのが時はそうであるそう一方でも水木うの流れで水木さん一方 からの劇がいいっぱいですね光の一族対影の一族でね。水木先生のその上には、まあ、ルドン先生がいますからね。<laughs> オディロン・ルドン先生がいますからね。まあ、シュールレアリズムですよね。そして、つげ先生も非常にシュールレアリズムになってしまいましたよね。で、白戸先生が、いぶせます字とか読めよみたいなことをちょっと勧めたらしいですよね。あと、旅館に呼び出したんで、そのあたりから、白戸さんきっかけで旅にはまっていくみたいなのもあったらしくて。そ,うそれかっちの華やななラインもありなんだけどこれ 前半を飾る光のカルチャー高度経済成長の光側をドキワソウがやるんですけど、えー、その後ちょっとオイルショック以降の闇の時代が始まるはず、まあ、段階世代の学生運動のあたりから始まる69年ぐらいから盛り上がってくる闇の時代プロレタリアの時代っていうのをこっちがガロ中心に支えていくという水基礎闇の影のこの2波に分かれて戦いがあったっていう話これはなかなか面白い。まずね若者のの主張っていうのが あらゆるコンテンツの中に出るんですけど戦後すぐの若者ってが実は手塚先生だったり水木先生だったりするわけですあの人たちは戦後すぐまだ若者ですからねだから彼らの主張っていうのがまず第一世代としてあるわけですよねで、もう完全に大人ですそれは戦争体験があってク 食わない生きる死ぬっていうリアリティの中で現実を見てきてるわけです。だから、進撃の巨人の世代が非常に心から求めるリアルな何かっていうのを本当に体験してるのは彼らの世代なので、まあ、そこから始まってるとか、だから、彼らが子供なわけないんですよね。大人の目をしてる子供世代っていうか、そこからまあ始まってるわけなんで、で、主な主張っていうのはヒューマニズムですよね。人間らしく生きたい。人間らしく生きなければいけない。人権とか人道主義とか。 なので戦争反対ですよね反戦思想っていうのは強く出るっていう。で割とシニカルな目線で世の中を見ている水木先生ですら当然のように反戦それはそうですよね。あの現場にいたんでね戦争するのはバカだというそれだけじゃないんで競争するのはバカなんじゃっつってなんならね日本の漫画の精神性を考える時に最も頂点にいた一人が水木先生なんじゃないかなと一番大人っていうね <laughs> 水木先生あたりがね。まあ、その弟の告げ先生なんかも まあ割とと大大人人っっっちちゃなななんんんででですけけどちょっと歪んだ感じでア,ーアーティーになっていくわけなんでで手塚先生っていうのは大人でもあるし子供でもいたいっていう気持ちもあってっていうその辺のまあ複雑さを抱えてるって簡単には言えないんですけどただざっくりとあの世代その一個下の例えば赤塚不二夫先生とか、えー、時キワ荘の世代の藤子先生石森先生もしくは松本零士先生っていうのがそのちょい下の世代でいるんですけど、まあ、大体子供の時に戦争を体験してるんで戦争体験派なんですよ。でこのの人たちが子供の時に やっっててるるから反戦っていう気持ちはすごく強く強あるしヒューマニズムもあるんだけど彼らはですねむしろそれよりもロマン主義ですよね冒険したいもっとワクワクしたいっていうことあとその背後にリアルな悲しみが入ってるっていう感じなので実に大人ですよねあの破壊的な漫画を描いてた赤塚先生ですらね漫画の最後にね道徳的なこと言ったりするんですよねであの人非常に道徳的なことを言う人でした苦しみをバネにして頑張れみたいなこと普通に言うんですよね正論も言う人だった それはもう何て言うのかな過酷だったんですよねリアルに世界を見てたから世界の残酷さを知ってるからだから残酷なものも普通に書けちゃうんですよね残酷を知らない人が書く残酷じゃないですよね残酷を知ってる人の残酷なんでもう一個上になって赤塚先生の残酷さっていうのは乾いてるんですよねそれは知ってるからなんですよね知らないと不安なんでウェットになるんですよだから「進撃の巨人」と赤塚不二夫っていうのの残酷さを比べるとやっぱり全然違うんですよ知ららなないいからこそ不安でしょうがない怖くて しょうがないだけど見たいでこれがリアルなんだと思,思っている「進撃の巨人」の久山めに対して春日清さんはマジで地獄を見てるんでだから乾いてるというねっていう感じがしますね。